ななちゃん、どうしたの？あの帽子、ほら、エレベーターの前。誰かいるわよ。あれ、多分友達だわ。ななちゃんの友達？無事だったんだ。ええ、よかった。やっと見つけた。ちょっと声かけてくるわ。ちょ、ナナ、危ないよ。大丈夫だってば。やっと見つけた。ねえ、散々探したのよ。今までどこに行ってたのよ。入り口塞いだり、着ぐるみに追いかけさせたり、ドッキリ仕掛けたのあんたでしょ。すごいびっくりしたじゃない。今はどこかでカメラ回ってたりするの？まさかこの辺にも仕掛けがあったりしないでしょうね。ねえ、どうかしたの？なんとか言ってよ。聞こえてる？ねえってば。しないと、ナナちゃんが。待ってってば。でも。動いてる。ねえ、知ってる？何を？都市伝説だよ、最近話題の。呪いのダイレクトメールってやつ。ああ、なんか教室でそんな感じの話してる子たちいたな。詳しくは聞いたことないや、どんな話なの？あのね、つい最近、女の人たちが行方不明になったニュースあったじゃん。ああ、あったね。確か、この辺りの人がいなくなったんだよね。
そうそう。でね、その人たちがいなくなってから何日か経った後の話なんだけど、突然その人たちと面識のあった人の SNS にダイレクトメールが届くようになったんだって。その人たちから？そう、いなくなった後にだよ。しかも何度も何度も繰り返し同じ場所の位置情報が送られてくるの。メッセージとかじゃなくて？絶対何かの事件に巻き込まれてるじゃん、それ。だよね、そう思うよね。はじめは助けを求めてるのかと思って警察にも持って行ったらしいんだけど、送られてきた場所に警察が行くと、そこは何もないただの廃墟で、その人たちの痕跡も見つけられなかったんだって。いたずらだったってこと？うん、警察はそう思ったみたい。でもね、その翌日、今度はその地図が送られてきたって警察に報告してた人もいなくなっちゃったらしいよ。いなくなった？そう、初めの人たちと同じように突然。それで今度はまた違う人にその人からダイレクトメールが届くようになって。まさかその人にも？うん、初めの人たちと同じく位置情報だけが送られてきたんだって。これが呪いのダイレクトメールって噂話。何それ、普通に怖いんだけど。届いたら最後じゃん。だよね。ねえ、もしもだよ、そんなダイレクトメールが届いたらどうする？見ずに消す。即答。かっこいい。だって嫌じゃん、開くの怖いし。それにもしかしたら中身を見なかったら助かるかもしれないじゃん。確かに。じゃあさ、もしそのメッセージが私から来たとしても、ちゃんと消してね。おかけになった電話番号は現在使われておりません。こんな感じでいいのかしら？多分大丈夫じゃないかな。作ってみると案外細すぎて不安になるわね、これ。やめとく。いや、やれることはやったわ。あとは見つからないことを祈りながら、あの髪の毛みたいなのを攻略しましょう。そうだね。二人が言うなら。気持ち悪い。これをかき分けていかないと出られないの？多分。でも隙間から外がちょっと見えてるから。頑張るしかないわね。ナナ、開いたら先に行ってよ。もうしょうがないな。意外と硬い。本当に何なのこいつは。けど開いてきてるよ。あともう少しで一人ずつなら通り抜けられそう。あ
ミオ、止まって。何よ。こいつがいる。やっぱり来ちゃったか。ナナちゃん、アズサちゃん、早く。わかってる。ダメ、気づかれた。どうしよう。無理よ、こんなの絶対間に合わない。どこか逃げ場所は。ああもう。私があの着ぐるみの気を引いてくる。え、アズサちゃん。二人はそのまま先に出て。大丈夫そう。よかった。もう心臓が止まるかと思ったわよ。ほんと、後で覚えときなさいよ、アズサ。こっちもあと少し。開いた。とっとと出るわよ。何してるの？あ、ごめん、安心してぼーっとしてた。先に出るね。わかった、すぐ行く。やっと出られた。外だ。あ、待って、出口が塞がってきてる。アズサちゃん、早く。ちょっと待って。もう気を抜くなら外出てからにしなさいよ。ごめん。からどれくらいの時間が経っただろう。私とナナちゃんは塞がれた出口をなんとかこじ開けようとしたけど、完全に閉じきった出口はどんなに頑張っても今度は開くことはなかった。しばらくした頃、私たちの冷えた体を照らす朝日が昇り出した。アズサちゃんを助けられないままに乗った太陽の光は、私たちの心に確かにぎしりとしたきしみを与えて温め
ななちゃん、もう日が出てきてる。そんなに時間が経ったのね。ななちゃん、入り口開いてる。嘘、なんで？だって今までずっと必死に。口を塞いでいたあの髪の毛のようなものは朝日と共に消えてしまい、中に取り残されたはずのあずさちゃんの痕跡も跡形もなく消えていた。それからナナちゃんとホテルの中をくまなく探したが、あずさちゃんは見つからず、途方に暮れた私たちは結局どうすることもできず、一度それぞれの家に帰ることにした。警察に通報。けど、なんて説明すれば。どうすればいいの。誰？ミオ、開けて、私よ。あずさちゃん？ミオ、開けて、私よ。待って、今すぐ開けるから。ミオ、開けて、私よ。そんなに叩かなくても。ミオ、開けて、私よ。ちょっと。ミオ、開けて、私よ。あずさちゃんだよね。あずさちゃん。どうして？あずさちゃん、どうして？ねえ、あずさちゃん。いない。ずっと一緒。何度見ても気持ち悪い。これをかき分けていかないと出られないの？多分。でも隙間から外がちょっと見えてるから。頑張るしかないわね。ナナ、開いたら先に行ってよ。もうしょうがないな。意外と硬い。本当に、何なのこいつは。
けど、開いてきてるよ。あともう少しで、一人ずつなら通り抜けられそう。あともうちょい。開いた。行くわよ、二人とも。よかった、よかったよ。もう朝だったんだ。そんな長い間中にいたのに。アズさん、あんた泣いてるの？これは日の光が目に染みただけで。それから私たち三人はその場でひとしきり泣いた後、朝日に目を細めながらホテルを後にしました。帰る間、誰もホテルでの出来事には触れませんでした。多分、現実に起こったことを受け止めきれてなかったのだと思います。ただいま。はあ、お風呂入らなきゃ。あんなこと現実に起こるなんてまだ信じられないよ。でも本当にみんな無事でよかった。あ、シャンプー倒しちゃった。ダメだな、やっぱりすごく疲れてる。お風呂から上がったらすぐ寝なきゃ。遊ぼう。それでは次のニュースをお伝えします。昨夜未明から N 県在住の20代女性3名が
行方不明になっていることが分かりました。警察の発表によりますと、行方不明となっているのは生駒美桜さん、桜井奈々さん、白石梓さんの3名で、昨夜23時ごろ N 県内のコンビニの防犯カメラに3人と特徴の似た人物が映っていたのを最後に、それ以降の足取りがつかめていないとのことです。知人らの証言により、3人は N 県戸貝塚にある現在は利用されていないホテルへと肝試しに向かっていたとのことから、警察では3名がこの近辺で何らかの事件に巻き込まれた可能性が高いとみて、周辺地域に十分な警戒を求めるとともに慎重に捜査を進めていくとのことです。また N 県警察では県警ホームページにて専用のフォームを作成し、こちらの女性3名に関する情報提供を呼びかけています。次のニュースです。それでは次のニュースをお伝えします。昨夜未明から N 県在住の20代女性3名が行方不明になっていることが分かりました。
警察の発表によりますと、行方不明となっているのは生駒美穂さん、桜井真奈さん、白石あずささんの3名で、昨夜23時ごろ、N 県内のコンビニの防犯カメラに3人と特徴の似た人物が映っていたのを最後に、それ以降の足取りがつかめていないとのことです。知人らの証言により、3人は N 県戸ヶ谷塚にある現在は利用されていないホテルへと肝試しに向かっていたとのことから、警察では3名がこの近辺で何らかの事件に巻き込まれた可能性が高いとみて、周辺地域に十分な警戒を求めるとともに、慎重に捜査を進めていくとのことです。また N 県警察では県警ホームページにて専用のフォームを作成し、こちらの女性3名に関する情報提供を呼びかけています。次のニュースです。
よ。ミオちゃんとアズサちゃんも一緒にいるのかって。なんで3人でいるのに廃墟に来なかったのよ。もしかして何か変なことに巻き込まれてる？そんなところだったの。だった。何それ、どういうことよ。わけわかんないんだけど。なんていうか、着ぐるみに追いかけられたり、人形を返しに地下潜ったり。わかるように説明してって。長くなるからさ、また今度話す。二人も連れてくから、ご飯でも食べながら話そう。あ、今説明しなさいよ。ちょっとナナ。よかった、本当にみんな無事に戻ってこれたんだ。くれたのね。それから私たち3人は朝日に目を細めながらホテルを後にしました。帰る間、誰もホテルでの出来事には触れませんでした。多分現実に起こったことを受け止めきれてなかったのだと思います。二人と別れ、私は家に着くとそのまま泥になったように眠っていました。多分体力的にも精神的にも本当に限界だったんだと思います。それから15時頃だったと思います。私は家のインターホンが鳴る音で目が覚めました。誰？ミオ、いる？ナナちゃん、アズサちゃん？玄関を開けるとそこには、ナナちゃんとアズサちゃんが立っていました。二人を部屋に通してから、はじめは誰も昨夜のことには触れず、三人でたわいもない話をしました。だけど、覚悟を決めたように、ナナちゃんが切り出したとき、アズサちゃんの顔を見て、あれは夢じゃなかったんだな、と実感しました。その後、3人でナナちゃんが棚に押しつぶされそうになっていた配信を探しましたが、アーカイブは残っておらず、私たちの配信ページにはただ今までの動画が並んでいるだけでした。 SNS で検索してみてもそんな配信があった様子はなく、ナナちゃんの友達に聞いても配信なんて本当に知らない様子で、ホテルで待ってたのに誰も来なかったと繰り返されただけでした。そういえば何度か撮影していたホテルの中の写真も全てただの真っ黒な画像になっていて、一体私たちはどこへ迷い込んでしまっていたのか、あの時ホテルが何だったのか、結局何一つ分かりませんでした。でしょ、昨夜のこと。うん。でもそれならあれは一体。ああ、結構体張った。
動画になったかもしれないのに。本当に動画への熱意だけは本物ね、ナナは。だけって何よ。でも当然よ、それでこそストリーマーってもんでしょ。あら、ならいいじゃない、消えてて。あれ下手したら炎上ものだし。それは嫌。なんかいつもに戻った感じだね。そうね。まあせっかく集まったし、このまま次の企画会議しよっか。昨日の動画は使えなくなっちゃったし、早く次のものを準備しないと。そうだね。今度は楽しい動画が撮りたいな。例えばミオはどんなのがやりたい？3人でチャレンジ企画的なのとか。皿に置かれた小豆を30秒間で誰が一番多く写せるかとか。思ったより地味ね。あのホテルが何だったのか、その後あのホテルがどうなったのかは分かりません。ただ私たちはこの日以降あのホテルのことを口にすることはなかったし、なんとなく3人とも意図的に調べることさえ避けていた気がします。私たちは今日も3人で企画を出し合っては動画を撮りアップする。あの日以前と変わらぬ何の変哲もないありふれた日常を過ごしています。そういえばさ、こんな話知ってる？何？都市伝説なんだけどね、ホテルに眠る呪われた人形っていうのがあるんだ。また都市伝説？どんな話？あ、気になる？別に、いいから早く教えてよ。簡単に言うとね、とあるホテルには呪われた人形ってのが置いてあってね、その人形に気に入られた人はホテルを訪れると取り込まれて殺されちゃうって話。またそんな話どこで聞いてくるのよ。どこだったかな。でね、そのホテルの建ってる土地ってのがさ、昔飢饉かなんかで間引きされた子供の亡骸を捨てに来る場所だったんだって。本当だよ。その土地を開発するとき、いろんな事故が起こって、調査をしたらいっぱい子供の骨が出てきたんだって。もうたたりだって大騒ぎだったらしいよ。気持ち悪い。でもそれ人形関係なくない？ここからが関係あるんだよ。その後ね、その土地では改めて地鎮祭ってのが行われて、その場所に捨てられた子供たちの霊を慰めるために人形が祀られたんだって。それがその呪いの人形なの。祀られた人形なのにどうして呪いの人形になってるの？それはね、ある時その人形を祀ってた祠が地震で埋まって誰も入れなくなっちゃったの。子供たちはそれが寂しくて悔しくて、だから誰かに気づいてほしくて、声が届いた人たちを祠に誘ってはその人形を渡すんだって。遊んでよって。
人形を渡された人はホテルからは出られなくなってずっと子供と遊ばされるんだって。それでいつの間にか呪いの人形なんて呼ばれるようになったのね。そういうこと。でもさ、なんで今そんな話するの？だってさっきあんたに渡したじゃん、その人形。ねえ、何して遊ぶ？